神奈川県心霊スポットマイナー編ですね。城山公園の秀樹です。録画スタートです。今日は縁側さんとモンチさんと一緒です。さあ生放送から生放送入ります。ニコのどうでしょうか。いけますか。電波はどうだ。薄いかも。電波かなり薄いかも。微妙なライン。ちょっと読まないな。電波薄くて1メガ出てないよ。2メガとか。あ、2メガじゃない、 0.1 だよ。厳しいかも。ここは場所が悪いかな。ちょっと行きましょうか。こっちなんか電波悪そう。こっちでしたっけ。向こうかな。じゃあ向こう行って、全然出てない。電波がゼロ。ん、なんだこれ。この地に書いてますな。ちょっと下行けば多分映るかもね。上はちょっと厳しいかもしれない。どっから行くのこれ。誰にも分かりません。どっから行くの。多分もう少しあっちのなんか入り口が分岐したあたりとか。その下じゃないのかな。下じゃないですよね。いやー分からない。なんか見えるなんか光ってます。スタジアム電波厳しいですね、ここだとね。来てない、確実に。電波ない。とりあえず電波ないみたいなんで、ちょっと録画撮ってます。これ何あれじゃないですか。これエリートっぽいっす。あ、なんか正面回ってみましょうか。逆か、ここか。一番最悪のとこじゃん、電波的に。ここか。薄いね、電波が。ここかな。なんかそれっぽいっすね、それっぽいっすね。ありそう。寒い。マイナスだよこれ多分。マイナスでしょ。これそう。あ、書いてある。これだね。いて、引っかかった。異例と。でも電波がない。書いてあるけど電波がない。更新すればいけるかな。あ、書いてある、異例とって。じゃあしょうがないね、電波ないんだったら。異例と。ここで更新してみよう。いけるかな。まあなかったらしょうがないね。録画だけで次のとこ行きましょう。残念だね。残念ながら電波がない。スマホなのでいい。いやでも3本あんだよね。3本あんだよね。何ですか。うん、でしょ。でも薄くなっちゃってるんだよ。配信だからなのかな、もう逆に。そう、逆にじゃあブラウザで行ってみようかな。ブラウザの方で。
でかいですねこれね。でかい。枠は取れてみたいですね。枠は取れてる。でもね、電波あるよここ。配信端がダメなのかもしれない。混んじゃってて。みんな多分あれいないよ、いないよって。しかも宣伝されてるし。放送通路表示できません。なぜに。来た？来た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 。ごめんね、電波ちょっと薄かったんですよ。来た来た来た。オッケー、ごめんなさいね。ちょっともうちょっとあの枯れなるが言ってきたんで、すんごい荒れさせたよ。申し訳ないですね皆さん。なんとか来た。ちょっとコメント読めてるか。大丈夫、来てます。はい、ごめんなさい皆さん、お待たせしました。まあ、ギリギリラインだねここね、山なんですよ。ギリギリラインなんだけど、来てます、待ってました。じゃあちょっと行きましょうか。慰霊碑です、見てるよ。こんな感じ、和骨ですどうもね。ちょっとあのビデオカメラ見ててね、そこのね、置いたやつ、はい、お願いします。じゃあ、これ慰霊碑です、皆さん。こんばんは。慰霊碑。いらっしゃいませ。寒いです。ちなみにね、枯れなる一族はマイナス3度でした、今日。で、4度、まあ、3度4度です。その電波悪いですね。今、1メガ出てればいいとこです。まあ、2メガ出たかな、今ここで。慰霊碑ですね、これね。あれ？あれ？これもしかして開けるとやばいってやつ？これ生ですよ。この中にあるんじゃないですか。いらっしゃいませ、どうもね。生です。これ開けると、そこには遺骨が。あ、固まった？開けられない、鍵かかってる。鍵かかってる。遺骨がちょっとラグあるけど、そうでしょう、怖そうだよ。満月じゃないよね、寒いの今マイナスだよ。ちなみにマイナス、今マイナスですよ。いやマイナス、あ、なんかそこにもありますな。ちょっとラグがあるけどね。太平洋戦争終結以来十余り翌年、今や我が国は国土の復興も進み世界平和にって書いてますね。なんかね、昭和32年って書いてます。和子先生、和子さんいらっしゃるね、皆さんね。開けられないんだ、寒いぜ。今もうね、スポット 2個目です。今ね3人でね、縁側さんと今日は予定したんで、あのモンチーさんと一緒に行ってます。開かないよ。
鍵かかってるもんだって。鍵かかってるもん。若津寒い、死にそうだよ本当に。やばいよ本当に。いらっしゃいませどうもね皆さん。でもちょっと向こうなんか向こうあったんで向こうもちょっと行ってみます。なんかあったね。よくやる。寒いよ本当に。半端じゃないよ。うん。半端じゃないよ。あ、ありますな。北海道。開けたら俺の顔映る。板の方に。これですか。はい、いらっしゃい。どうもね。ちょっと今米部入れてないので固定は見えませんけど、配信とか調子悪そうです。写真あんま撮ってません。こんな感じですか。ちょっとこれ写真撮りましょうかね。はい、和骨ですね。こんな感じ。シャービーバイク。箱根はマイナス4度ですよ。ドキューさん、ドキューさん、ドキューさん。お化けとか言ってる。ドキューさんしたい。ドキューさん止まっちゃった。ドキューさん来たよ。若手です。ドキューさんいるよ。今日は寒いね。同級さん、HID の件にしますか。同級さん来ましたよ。同級さん来ましたよ。毎度毎度の同級さん。来たよ。2台現地入りで2ケツしてた。2ケツ、3ケツぐらいして5名ぐらいいるかな。うるせえ。慰霊碑。ここなんかの、なんでしたっけ、縁賀さん。縁賀さん調べてきたんだけど、俺も初めてなの、ここ。なんだろうね。ドキューにインタビューする。助けて。ってアンケ1位のドキュー。なんか曰くあるんですかね、ここね。まあ戦争慰霊碑の、あのね、あの亡くなった方の慰霊碑なのかな。うん。ステッカーもらいに来てないと思うよ。ステッカーも2人には渡しまして。ね。行っちゃった行っちゃった。でもそこに止まってるよ。そこに止まってるよ。攻撃するか。HID の K。ちょっとこの辺りなんかやっぱりあんだろうね。でも土下さんお化け出るかもなとかなんか言ってたから。うん。やっぱ噂あんだろうね地元ね。出遅れました？和骨です。ちょっと危ないよ。映るよ。こんな感じです。あんま写真撮ってないけどね、これはね。うん。昨日の助けでよかったでしょ。うん。向こうからしたらあんたがドッキング。そうか。そうか。いや、でも向こう僕は孵化してないからな。俺、僕って入団されてますよね。ちょこっとそこが心配。誰だろう。ちょっとこのビューないんでね、今ね。うん。誰だろう。まあ、見どことはあんまないんですけど、次どこ行こうかなと思って、だから誰か探してください。今小田原にいるんで、またちょっとそっちの方帰ろうかなと思って、行こうと思ってるんで。どっかないですか皆さん。これからちょっとご飯食べに行こうかな。寒っ。あ、怖くない怖ない。寒い。ただ寒いだけ、それだけ。寒い。とにかく寒い。あ、ぼやけたかな。ピンとずれちゃう。はい、ホルモネさんどうもね、ありがとうございます。今ね、米具入れてないんでね。うん。ドロドロ？誰だ？エルフさんだろ、それ。うん。マイナス4度、さっきは箱根はね。
うん、神奈川わかんない、なんかない？うん、彼の一族もう行っちゃったのよ、残念。もう行ってきたんです、行ってこっち戻ってきたんですよ。マイナス4度ですよ、うん、ちなみに今3人ですね、うん、今日は3人。寒いです、とにかくもう手がね凍っちゃうぐらい寒い、うん、なのでちょっとね寒いです、本当にやばいですよ。じゃあちょっとねこの辺りちょっと調査しましょうか、またね。あと15分しかないですけど、もうまた次生放送しますからね。まあ最悪鎌倉の方行ってみようかなって、縁側さんもいることだし、あのゲジゲジトンネル、うん、ちょっとあっちの小壺とかあっちの方を回ってみようかな、うん、ゲジトン探しに、うん、もういいんじゃないかなって。まあ朝まで行けるんで今日は。小田原ですね、小田原。もう足がね霜ってるのかな、寒いですよ、とにかく、とにかく寒い。味噌ネタ、いや、まあ、生放送してないから、彼なる一族は言ったじゃん、廃墟は生放送できないって。実はこの中に入ってるんだけど、これバッテリーがね満タン入れたんだけど、前回のバッテリーが全然持たなくて、今日ビデオカメラ2台でやってます。うん、山上トンネル電波ないんだよね。でしかもね、あそこの丹沢はねもう昨日確認して雪があったから、山上は絶対無理、行けない行けない行けない、確実に。あ、恒例のおトイレがありますね。うん、雪で行けない、車が動かない、うん、この時期は絶対無理だと思う。まあそんなとこです。まあ何もないよね、正直。トイレで、ちなみにこの競輪が下なんだよね。うん、競輪場があって、この間亡くなってるの知ってた？競輪場で知ってた？ポールにぶつかって亡くなったんで、競輪選手が、うん、高齢ですね。うん、うん、ゲジ穴の場所は OK だと思うよ、縁側さんいるから。まあある程度は、この間ダメだったじゃん。こんな感じですよ皆さん、不法投棄がすごい。これ落ちたら終わりですよね、落ちたら終わり。生放送ですよ今ね、うん、生放送やる予定ですよ。ゲジゲジ元、いやゲジゲジのあのなんていうの、内部はちょっと厳しいかもしれないけどね。まあちょっとあの辺り回って歩いて、多分こっちよりか3、2度ぐらいは違うと思うんだよね。ん？何？俺が動いた？大丈夫。とにかくこんな感じなんですよ、今その。競輪行く？競輪中入れないよ。井出妃はすぐそばになってよかったね、皆さんね。本当にすぐそばなの。それですよね。そこ。とにかくね。うん、そう、ナイトショット出てるときは、ね、生放送です。これがどんだけ威力があるか、ライトもね、踏まえて見てもらうと分かるけど、こっから、まだ結構距離あるんですけど、結構距離あるんですけどね、慰霊碑でも HL 照らすとこんな感じなんです、皆さんこんな感じですよ。離れてもこんだけ寒っ。そこに行きたいな。うん、次も生の予定ですよ。もう廃墟ないから。うん。大人廃墟ね、ちょっとね、怪しかったんで、こう、やっぱね、彼なり一族も、そう3人で行ったけど、鎌倉の首塚も行きたいですね、だからね。うん。さすが HIG。結構離れてるんですよ、これ。わ、これすごいなかなかいい感じ、アングル的に。うん。はい、了解ですね。よかったらコミュニティもね、参加してください。コミケにしちゃおうかな、次。意地悪してコミケにしちゃおうかなって。コミケにしてもいいかな。皆さんコミュニティ入ってますもんね。全然平気っすよね。人の影が？何もない。じゃあ、モンジさんすみませんけど、そっちの HR ディアリットで、そこの入れと照らしてください。あら、じゃあ、青ね。あ、色確認して青になってる。緑だから、もう一回押して、ボタン。そっち大丈夫。そう。ほら、すごい明るいでしょ。ラグがちょっとあるからね、どうしてもね。こんな感じ。うん、いいと思う？いいのね。じゃあ、コミゲンにして。じゃあ、次、コミゲン。ね。当然、皆さん入ってくれてますからね。ね。
初見だけど見たら影響あるないと思うと多分気の持ちようです。うん、バッテリーはね、まあとりあえず充電します。うん、これちっちゃい。あ、今俺マイクどこやってんの。あ、ごめんマイク下がってた。あまりにも寒さでマイクも下がってるみたい。寒いね、ごめんなさいね。聞こえた？寒いんだよ本当に。どんだけ寒たい。大丈夫、こっち来ていいよ。ほらこれがないとちょっとね、こういう感じなのね。すごい明るいですね。すごい明るいですね、うん、皆さんこれで OK。 皆さんカメラの設定合ってる？大丈夫？見てこれ大丈夫？なんかまあ言われた通りやったんだけど、もうちょっと良くなったって。はい、寒たいじゃない、寒い。こんばんは、いらっしゃい。どうもね、なんかすげえ人来てるけど、どうしたの皆さん。うん、今日は皆さんあの、ね、寝ないですよね当然。僕は終わるまでは寝ませんよね。寝るんだったら放送しませんよ。大丈夫ですよね。皆さんこたつに布団でしょ。布団じゃない、あのみかん食べてますよね多分ね、こたつの中で。うん、雪降ったね。そう、寒いんだよ本当。現場はね半端じゃないんですよ、こんだけ明るい。だから見てください、ほら。僕の一応高画質なんで、カメラはビデオカメラなんでね、すごいでしょ、これ繋がってるでしょ。あ、でも今2メーターあるね電波ね。うん、声ちっちゃい？ちっちゃい？大丈夫？固定 OK。 ちょっと固定わかんないんでごめんなさい、今小指動かなくて。あとでよかった、暇だったら小指入れるかもしれない。うん、ちょっとねこれも改造しなきゃダメだね。もう配信したらダメだね。うん、こっち配信したらやってたんだけど、次回からちょっと変えるわ。うん、こうじゃなきゃもう映らないね。うん、大丈夫、車検さんいらっしゃい。どうもね、最後もうお付き合いします。了解ですね。そうです、だってみんな電車で来てるんですもん。だってアシュフさんいらっしゃい。でもね、今とりあえずね、あの固定入れられてもちょっとね、あの見えてません。コメピー入れてませんのでね、すいませんけど。うん、電車で来てるから始発まで最低帰れないんでね。うん、だから行くしかないじゃないですか。今小田原ですね。じゃあ皆さんちょっとこれはね、録画これで終わります。また今度見せましょうね。スーパーイデヒ、お疲れ様ね。じゃあ皆さんちょっとバッテリー充電してからまたね、途中でやると思いますんで、あらと待機しておいてくださいね。ちょっと鎌倉の方向かいますんですよ、これからね。でちょっとご飯食べてから行きますんで、生放送ね。ちょっとあの日いっぱいスポットあんでね、しょっちゅう行きますよ。うん、あのゼニアラ弁って行きます？入ります、全然バリバリ。あとあの原始山は多分生放送できないな、あそこ電波薄いんですけどね。あ、そう、あれ昼間ね、あれ交渉したんですよ、生放送していいですかって。そしたらいいですよって、あなたが初めての許可だよとか言われた。1時間、まあもうちょっとかかるかもね、ご飯食べるからね。車載配信やると思います多分、途中からご飯食べた後になるかもね。とりあえず青春乗って向こう向かうから、途中で多分、途中から乗るから小田原編で食べるかもしれないです。食べたらやるかもしれないですね。お願いします。じゃあ皆さん後でね、後ほどお願いします。お疲れ様でした。じゃあここはね、あの小田原の城山公園慰霊碑です。戦争慰霊碑ですね。お疲れ様でした。あ、そこなんだっけ、日吉トンネル、そこ場所あたり教えてください。じゃあカーナビ出ますんで許可ね、しましたよ。お疲れ様でした。443人の方ありがとうございました。何も宣伝もしてないでいきなりありがとうございますね。あの宣伝してくださってありがとうございます。どうもね、お疲れ様でした。では皆さん後ほどまた2回目の生放送を見てください。車です、車。お疲れ様でした。ロスタイムですね。お疲れ様でした。こんな感じ、寒い、戻ろう。緊急車両通過ですですね。はい、どけてください道を。ほんと寒いんだからもう皆さん。ロスタイムね。お疲れ様でした。城山公園慰霊碑でございました。寒っ。こういう便所出るんだよね、深夜の便所。便所しかほとんど照明が。お疲れ様でした。はい、了解。また行きますからね、これからね。ね、これなんだ、毒枝台だ。毒枝台だって名前もすごいな。小田原じゃないんだね。
い、皆さん、ドクエイライラお疲れ様でした。では終了します。お疲れ様でした。やめて、やめて。この子の七つの